チンキラと格付けどうも皆さん、一流デュエルリンクス評論家の、つくも龍馬です。本日なんですが、武田鉄夫選手のね、評価をしていこうと思っております。まずですね、一個言いたいことがあるんですけども、あの名前適当すぎん。ちょっとあの全国の武田鉄夫さんにはちょっとあの申し訳ないんですけども、これ名前適当すぎだろ。なんかつくも龍、あのリュウマじゃねえや、つくも龍馬とかさ、なんかすげえなんかおしゃれぶった名前してるのに、なんか武田鉄夫って、ちょほんと武田鉄夫さん、ほんとすいませんね。あのバカにしてるわけじゃなくて、なんかアニメキャラなんだから、もうちょっとアニメっぽいなんか名前にすればいいのにみたいな話をしてます今。はい、ちょっと関係ない話を置いておきまして、まあこの後にまだ関係ない話するんですけども、まずキャラクター評価として武田鉄夫さんの特徴からいくんですが、動けるデブ評価5。あのね、彼はですね、あのね、体格からは全く想像できないほど運動神経がいいと思います。多分俊敏に動けるデブ。私はね、基本的にあの動けないデブと、ただのデブって言われてるんですけども、この武田鉄夫さんはスケートボードみたいなやつ乗ってて、あのコナン君が乗ってるなんかあのスケボーみたいなやつ乗ってて、で多分ね、コナン君と同レベルぐらいで乗りこなしてるんですよ、スケボーを。相当運動神経いいし動けるデブだと、思っております。そしてですね、おしゃれぶった服装、どういう服装これ、あのやっぱへそ出しってあの池田エライザ以外はしちゃいけないって言われてるじゃないですか、基本的には。でこれへそ出し、ちょいまいち見えないかもしれないけど、これへそ出してるんですよ。でなんか謎のこのなんかサスペンダーみたいなのやってるし、でこの帽子のこの何、唾逆かぶりからのこっから出るこの前髪のこのあのこれ本当鎖鎌かみたいなレベルのこの前髪、素晴らしいですね。やっぱりね、おしゃれに気を使うしかないんですよ、基本的にデブっていうのは。あのイケメンとかはやっぱりその何を着てもあの似合うんですけども、やっぱりデブっていうのはね、基本的に、ね、おしゃれにね、あの気を使わないと本当誰からも注目されないっていうのがありますんでね。はい、ちょっと本題入っていいですか。本題入ります。本題まずスキル評価なんですが、スキル評価はですね、まあ、2星2くらいですかね、レベル2くらいですかね。まあ、一応、汎用スキルがレベル上昇を覚えますよと。まあだから、あの、知らぬ使いにはなれますよっていうことなんで、まあ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 、悪くはないかなと。ただ、他の汎用スキルはいまいちだな。まあ、ディフェンスチャージとかは一応、その、超重武者とかあるけど、まあ、レベル上昇の方が割と、レベルコピーとかレベル上昇の方が多かったりするんでね。まあ、あんまり、今ディフェンスチャージそんなに使うことないかなとは思っております。で、ライフチャージも、まあ、汎用スキルではあるけど、別に使ってる人は見たことないから、あんまりかなと。で、ライフポイント増強も、まあ、ベータは本当、デビルフランキング禁止になったんで、あんまり価値がない。っていうことなので、アタックチャージもそうですけどね。まあ、同じような理由で。まあ、まあ、困ったらアタックチャージにしときゃいいみたいな話ありますけども。まあ、そんなとこですかね。はい。だそこまで、その、環境に与えるような、影響を与えるような、汎用、スキルは、まあ、そこまで持ってないかなという感じ。で、じゃあ、固有スキルどうですかと。固有スキルもね、そんなに強くないんだよね。リサイクル準備は、自分の墓地の機械族モンスターの枚数が、それ以外のカードよりも2枚以上多ければ、自分の墓地から機械族モンスター以外のカードを全て消滅させると。この、スキル、一応、高圧を、まあ、使い回したりとか、あと、超重武者の効果を、まあ、発動したりとか、まあ、いろいろできるかもしれないですけども、まあ、そんなことしてまでこのスキル使わなくても、例えば高圧だったら、なんか、終わらないマラジョークっていう、なんか、リーブ21さんが、持ってる、最強のあの、ハゲが持ってるね、あのスキルあるじゃないですか、あれとか使えばいいし、まあ、そこまでなんか今のところ思いついてないんですよね。まあ、なんか、その化けるかもしんないけど、こういうスキルって。今のところそこまでかな、と思ってます。で、ブリッキの凱旋は、ブリッキの太鼓が入るっていうだけのスキルなんで、まあ、これは、持ってない人救済の、スキルですよね。それから、そのデッキなら完璧に頭に入っている。自分のフィールド上に存在するカードと同名のカードが、相手フィールド上に存在する場合。まあ、要は同じカードが自分とお互いに、相手のフィールドにお互いにある場合ですね。同名のカードを1種類につきライフポイント500増やすと。で、これから3回使いますよ。まあ、その環境が、6部環境みたいな、時の、本当2回に1回6部種当たるみたいな環境だったらまた別なんだけど、そんなに今、同じモンスターが多いわけじゃないので、まあ、送りつけてわざわざ使うほどのスキルでもないから、そこまでですよね、これもね、別に使わないからみたいな。オーバーレイゲインはまあ、エクシズモンスターの粉砕みたいな感じなんで、まあまあまあ優秀ですよ。まあこれ、レベルアップ報酬で覚えるんで、まあそれだけですね、優秀なのは。で、アイアンコール。アイアンコールか。自分がアイアンコール、アイアンコールを発動した自分、次の自分のターンの、ドロフェーズ。
ドローを行う代わりに、アイアンコールを手段に加えると。アイアンコール自体はその機械族モンスターを、がいる場合にレベル4以下の機械族を特殊召喚できるということで、まあ、エクシーズしたりとか、シンクロしたりとか、まあ、いろんな使い道があって、これいろんな機械族デッキに、ね、出張できるんですよね。なんで、まあ、割と強いは強いんですけれども、まあ、わざわざアイアンコールをこのスキルでサーチするかと言われると微妙なんですよね。はい。なので、まあ、あの展開力は上がるけれども、まあ、そこまでかなとは思っております。で、お次は、アイアイアイアン、自分が元々のカード名が、アイアイアンの、効果を発動したパターンに、自分のフィールド上のアイアイアン1体の攻撃力を400ポイントアップするよ。このスキルはデュエル中に3度まで使用できるよ、ということなんですけども、まあ、そもそもなんですけども、アイアイアンが別に強くないと、別にアイアイアン出さねえって話がありまして、一旦に一度自分のメインフェーズに発動できるこのカードの打点が400アップする、この効果を発動するとこのカードは、攻撃できないっていう、まあ、一応この2000になれるんで、もしかしたらそのギャラクシーアイズフォトンドラゴンみたいな召喚をなんかサポートするとかは、なんか使い道なんかワンチャンあるかもしれないけど、もうちょわかんない、使わないと思う。多分この2000のやつなんてバニラでもいるし、だから多分使わないと思うので、まあこれはそんなに強くないスキルだと思います。はい。カード報酬ですね。カード報酬なんですが、まあ、多分ね、これ星1なんじゃないかな、これ。星1か星 1.5 か。まあ、絶望的に弱いんですよね。まあ、そもそもアイアイアンは別に使わないでしょ、これ多分さすがに。出されたことねえもん、今のところ。で、トイエンペラーも、まあ、ちょっと上級なんでね、ちょっとね、なかなか難しいですけど、まあ、一応デッキからトラップカードを1枚サーチできるのはね、面白い効果持ってるんですが、ただ戦闘によって破壊されて、戦闘によって破壊されてね、戦闘によって相手モンスター破壊した時だし、さらにメイン2ねえし、リンクス。まあ、これ効果は死んでると言っていいでしょう。で、ゼンマイネズミは、これワンチャンコンボパーツとしては面白い。これ自分のメインフェーズに、墓地の、ゼンマイを特殊召喚、守備表示で特殊召喚すると、これね、もちろんゼンマイだったら何でも蘇生できるんで結構強いっていうのと、あとその攻撃表示で置いとくカード、全モンスターを攻撃表示にさせるカード、例えば軍曹、軍神ガープとかがいると、ゼンマイネズミをの効果でゼンマイネズミを、蘇生して、でゼンマイネズミまた攻撃表示になるから、またゼンマイネズミを蘇生してみたいな感じでやっていくと、なんかすげえなんかソリティアが始まるんですよ。だから、まあそういうコンボパーツでは使えるから面白いカードではあるけど、まあそんなに環境的にその強いカードとかではないので、まあうんって感じですね。あとランク3だしね、立てるとしても。はい、っていうのがモンスターがいっぱいいて、でブリッキの、太鼓、これは効果はそこそこ強いんですよ。結構そこそこ強いんだけど、まあレベル4モンスターかける3ってのは重いですね。はい、これ出すくらいだったら他の出すよみたいな話がありますよ、というところで。ということで、レベルアップ報酬が星1、スキルが星2、ということで、まあ 1.5 ぐらいですかね、総合評価。一番低いんじゃない、多分その新キャラクター評価の中で多分一番低いわ、この鉄夫っていうキャラクター。ということで、育てる優先順位なんですけども、ゼアラキャラクターの、まあ、シャークさん来たらまた別なんですが、アストラル育てて、コトルちゃん育てて、鉄を育てるっていう順番でいいと思いますね。はい。ぜひね、まあ、一個人の意見ではありますが、参考にしていただければというふうに思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。